はい、速稼塾の久保です。今日は9月17日の今15時ちょうどぐらいですね、追加放送をお届けします。朝の V と N ですよね。ここは、エントリーするタイミング非常に難しいんで、ここは見てるだけにしましょうというお話でした。で、今ね、15時の段階で今 V か N どちらかというと、V を出すのかなと思ったら、これがね、N に変わりつつあるんですよ。だからやっぱりね、エントリーせずに待っててよかったなと思います。これはね、おそらく N だと思いますんで、ネックラインがね、来るまで待っておこうかと思います。もうちょっと下がったらネックライン超えますんで、要するに V のね、底のところをこう同じ水準を割るとネックラインを割るってことになりますからね。これで N が完成なんですよ。そこを抜けた時に売りで入れば、まあまあ取れるということです。まあ上級者の方はね、こう V を書いて反転した N のその根っこのところから入るってことになりますけども、これはね、リスクも高いですし、かなりの勇気がいりますから、上級者向けということになります。中級者の方はネックラインとその根っこの変わり目の真ん中ぐらいで入るかなっていうところですね。まあ、ある程度のリスクは取るんだけども、最大限の利益を求めていくっていう中級者の方になりますよね。で、初心者の方はネックラインを超えてから抜けたのを確認して取る、これが一番よろしいかと思います。それではね、チャートの方を見ていきますよ。はい、今チャートの方ね、これ1時間軸ですけども、見てください。移動平均線3本がズバーッとね、下の方に向かってるでしょ。もう一方通行ですよね。で、ずっと上の方を見ていただくと、この辺です。ちょっとサインを引きましょうか。この辺は横ばいだったでしょ。で、ここは難しいから入らないでくださいと私が言ったところです。その前っていうのはちょっと画面抜けてますけどもね、こっちの方は全て買いで取れた時です。もう毎日毎日バイ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 っていうふうに言ってましたよね、毎日のように。で、全て取れたと思います。もう本当にね、多くの方が利益を確保できてよかった。同時に、私の解説がなかったね、久保さんの解説なかったら全く取れなかったってことなんで、解説をやめないでくださいと。しかも分かりやすい解説ということでね、評判をいただきまして、本当ありがとうございます。これからもね、分かりやすい解説に努めようかと思いますけども、なんかご要望をね、たくさんいただければ、それに合わせて、伝えやすくしていけるのかなと思います。ただね、分かりやすい解説の前提としては、皆さんが暗記項目がちゃんと暗記してるってことが前提になってきますからね、よろしくお願いします。お願いします。それではね、売りのラインがぐーっと下がってきたところで、まあここは横ばいなんで N ではないんですけども、次のここはね、まあ、N と言ってもよろしいんではないかなというところですね。小さいところで言ったらこれも N になってきますね。で、最後のちょっと消しましょう。もう一回 V になるか N になるかってところなんですけども、ここが転換点ですよね。ここがここがですよ。だ、これがネックラインになるわけですよ。で、こっからぐーっと V を描くのかなと思って、V を描くんだったら、ここを超えないとね、V 完成にはならないんですよ。ここを超えると、こういうふうな形で、左右対称のようにね、ここから、左右対称のように、こっちと左右対称ですよ。これも何回も何回も言いますよね。V を書いた後は左右対称になるんだと。ね、しつこいぐらい同じこと言ってますよね。こうなるのかなと思ったんですけども、そうすると買い取れるのかまた始まるので、N を追っかけながらね、エントリーして、利確して、エントリーして、利確定で、まだ倍で取っていく日が続くんですけども、そうではなくて、今回は、ここから折れ曲がってね、N を描いて、下に行くのかなってことです。今この辺でしょ？これがもうちょっと下の方に行って、ここを超えたら、みんなでエントリーしましょうね、セルで。103円の方向に向かうんじゃないですか、したら。かなりの激動ですよね。で、これ余談なんですけども、チャートの方はこれで終わりでね、余談なんですけども、今ね、中国元っていうのがドルに対してものすごくね、値段を変えてきてるんですよ。これはね、今まであんまりなかったんですよね。今までは中国人民元安作戦で行ってたんですよ。そうすると輸出品がどん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 売れるという政策だったんですよ。でもね、今人民元がどんどん値段をね逆にしてきて、人民元高作戦を取ってきたんですよ。そうなるとドルに対してものすごく人民元が高いので、中国国内に確保してあるドルっていうものがどんどん強くなるんですよね。なんとね、不思議なことに人民元の裏付けってのは米ドルなんですよ。どうなってるんでしょうかね。人民元は元そのものに信用がないから、その裏付けとして金本位制よろしく、ドル本位制を用いてるというね、本当になんかめちゃくちゃな国だなというところでございます。先日も中国の人口は14億人ではなくて10億人だってことをね、私申し上げましたけども、まあ10億人ってことはないにしてもね、14億人いるとは考えられません。なぜなら中国ってのは長い間一人っ子政策をしていたんですよ。なのに毎年毎年人口が増えて、ついに14億人突破ですみたいなね、明らかに嘘でしょ。だって一人っ子政策したんですよ。お父さんお母さんから一人しか生まれないから、急速に人口減っていく政策なんですよ、これは。
どうなってるんでしょうかねってことでね、まあ、こういったファンダメンタルもちょっと頭に入れながらなんですけども、あくまでも私はテクニカルなんで、こういうのは余談としてですね、テクニカルで今回は N を限って、ネックラインを超えたら売りで入る、そんな形になるかと思いますけども、もう時間も時間なんでね、私は夜は寝ますんで、追っかけ続けてこの N を取ろうとは思いません。ですんで、相場解説は今日はここで終わりです。N を求めて入りたい方はぜひ入ってみてください。で、N が完成しなければ今回のことは、まあ、お流れですから、私の仮説が V も N も外れたってことですからね、誤解なきように。 V か N の二択ではないんですよ。その蓋然性が強いってことを申し上げてるんですよ。そしてその見方をずっと解説したんですよ。でもそこまで見てもそうならないこともありますから、 V にもならない、 N にもならない、横ばいで終わるみたいなね、そんなこともありますからね、ご用心ください。それではまた明日。